この時間はボートレース大村の展望番組をお届けしてまいります。本日もお相手いただきますのはスポーツ報知の長谷明憲記者です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、7日間開催で行われております夜の九州スポーツ祭、本日最終日を迎えました。いや、いよいよ来ましたね。来ましたね。はい、夜の九州スポーツ杯ですね。はい、なんか意味深ですよね。ね、今日の夜までぜひ皆さんね、はい、楽しんでいただきたいんですけれども、今日はもちろん最終第12レースは優勝戦です。ということは昨日はね、準優勝戦も行われたわけでございまして、いや、波乱もありました。違う、すんなりとはいかなかったですね。はい、まあ、9レースはまあ、ね、進入で乱れがあるんでね、はい、荒れる可能性はあったけど、やっぱ、ね、スタートした選手がドカーンといってね、うん、はい、あったし、まあ、10レースだけはね、下條選手がインカーしっかり押し切りましたよね。はい、予選1位だった吉田拓郎選手がまさか敗れるとは、はい、まあ、村上亮がスタートしっかりいってね、攻めていった結果ですけどね、はい、ちょっとまさか吉田拓郎が負けるとは思わなかったですね。そうですね、まあ、そんな中どういった6選手が優勝戦揃ったんでしょうか。まずはこちらのフリップご覧いただきましょう。ご覧の6選手によって優勝戦争われます。やはりね、1号艇、まあ、準優勝戦でね、唯一逃げた下條選手に、まあ、まあ、言い方変えれば流れが来たんじゃないのかなという気がしますよね。はい、やっぱり1号艇と2号艇では大違いですからね。ですね。そして長谷さんにはもちろんね、今回も記録評価いただいております。今回数字で言ったらそんなに差はないですよね。ですね。なんかすごく出てなんか懲罰って選手はいないし、もう出てなくてダメだって選手もいないしね。はい、その中で優劣をつけていくなら下條選手が一番いいのじゃないかなと。なるほど、8点今のところね。大村では2連続優勝中、はい、1回目は出てなかったけど、前回はね、はい、よく話しよかったんですね。本人に聞くと、まあ、前回優勝した時の方がバランスが取れてよかったけど、はい、今回は出足に関して言えば今回の方がいいですよ。なるほど。でスタートする池下も大丈夫、はい、だからね、あとはレースに集中するだけって言ってましたからね。だからこの中では評価高く、まあ、9点までいかないというのは僕の中ではまあ中の上位より、まあ、上位に近い、うん、中の上位だと思ってるので、なるほど。これやっぱりね、はい、出足も伸びもどっちでも良ければ9点とか10点とかいけるんですけど、はい、どっちかだけがまあ20万、まあ、今で言うと出足だけが20万なんでね、8点としました。なるほど。村上亮選手これコース上記なんですよ、はい、ただ本人はね、乗った感じターン回りとかいいんですよ、うん、ただそれがね、あの展示タイムやオリジナルデータ、はい、あそこの数字に反映されてないのは少し気になると。はい、だからそこはちょっと体感が違うのかな。でもね、はい、彼今節予選道中一回こういうこと言ったんですよ、はい、このエンジンはね、疑いようのないいいエンジンです。それほどね、ターン回りがいいらしいんですよ、はい、だから会えばいい、はい、一宮選手、はい、日替わりなんですよね。いい時はいい、はい、ちょっとずれると普通くらい。でもね、昨日の順位とかね、はい、夜になった時のはね、感じはいいんですよ、はいはい、だからね、村上選手と一宮選手は悪くないのでね、うん、まあ、7点という、まあ、中堅上位ね、はい、あと島川選手、北村選手、川上選手、はい、まあ、僕の中で言うとエンジン評価20丸まではつかないんですよ。丸の普通の評価なのかな、うん、普通よりちょっといいのかなっていうと、はい、島川選手もね、全速で行っても出ていくわけじゃないし、はい、ちょっと回るところが上向いてるのかな。北村選手は昨日の順位はね、はい、乗った感じがやっと良くなったって言ってました。ただボートが良くないので、はい、その影響はやっぱりありますよ。この7日レースやっぱり悪いボートっていうのはやっぱりね、はい、影響出てきますよね。川上選手もね、はい、どこがいいってことはないけどね、うん、悪くはないと思います、はいはい、最近の大村の中では一番乗れてると思います。この走り見てると、はい、だから悪くないので、まあね、6点という評価。ただ何度も言うようにこうそんな極端な気力差はないと思います。なるほど。ただね、こうして見ますと地元から3選手乗ってきましたので、地元ファンの皆様も盛り上がりそうですね。そう、まずね、下條選手と川上選手がワンツー決めましたよね、はい、その後の村上選手行ったんですよ、はい、先輩方が2人乗ってきたんでね、はい、あれを見てね、はい、自分も行かなきゃいけない、もう気持ち高ぶったけど、その気持ちを抑えつつ、はい、うまくコントロールして、だから3人で乗ったんでね、なるほど、みんななんか頑張るぞっていう感じでしたねそうですね、非常に盛り上がりそうな優勝戦でございます。さあ、ぜひ皆様には記録評価もご参考にしていただければと思います。さあ、それでは展望番組最後の予想、もちろん優勝戦でございます。続いてのフリップご覧いただきましょう。
大村院20連勝で3連覇だ。下條選手、はい、勝てば地元3連続優勝、はい、これね今書いてあったら院選を大村は今19連勝なんですよね、はいはい、だから勝てば20連勝、うん、でね、あの何度も今節はもう天馬番組言ってますけど、はい、とにかくね大村の院の3連対列がね、はい、またね1個増えてね、そうですね、82走連続3連対、はい、だって2着5回で3着1回だから、うん、ほぼ1着です、はい、そうですね、すごいデータです。あの今日の僕の、ね、スポーツ報知新聞書いてあるんですけどね、はい、今の大村の院で一番強い男は下條選手と思います。本当に強いと思います、はい、いやで今回は出足がいいのでね、自分のターンができる足になってますからね、はい、もう全部の院選はしっかりインから先に回って前にグイッと押してて、うん、もうね、はい、あ危なげないなと、うん、でこの、ねまあ、数字もね下條君と話しててね、はい、まあ、ハッサンがいっぱい書くからもう負けられませんよって言ってねだからお前記録伸ばしてくれよって言って、はい、そうですねって言ったんでね、うん、こう強化では20だけど僕は言ったんですよ、30まで伸ばしてくれと、はいはいはい、頑張りますよやりますよって言ってたんでね、はい、頼もしい、だからちょっとここはね船足もこの中では一番いいのでね、うん、しっかり言っていただきましょう。新人はね、はい、枠なりと思います。もう3対3でねすんなりいくと思うんですよね、うん、島川選手もスタート早いんでね壁役になってくれます。ただ印は無印なんです。思いました。私は村上選手は3コースからなら思い切って攻めていくと思ってる、うん、なるほど、まくりまくり差し、うんうん、島川選手僕の中ではねそれほど、まあ、この中で言うとよく見えないんですよ、うん、だから村上選手の全速攻撃にちょっとハマる可能性があるのかなと思ったんでね、はい、厚めはだから3番に行って、はい、北村選手もね今年5回優勝、うん、はい、6回勝てばクラシック確定っていうか有力なんですよ、うん、はい、本人言ってました。6回勝ってねクラシック行きたい、うん、そして推し翔さんの松井茂さんからね、はい、6回目行ってこいよって言われてきたと。おだからね僕ね、はい、コースはちょっと遠くなるけど、うん、乗ったからにはチャンスはあると思ってますから言ってましたね。なるほど。だからちょっと怖い存在、はい、で一宮選手に回したというのが、うん、船足ももちろんいいんですけど、はい、スタートがもうキレキレなんですよ、うん、キレてます。今節の平均スタートコンマ08わお、トップスタートが多いんですけど、はい、今ね5連続トップスタートなんですよ。すごい。とにかくスタートもどこのコースからでも、昨日のね余談ですけど村上亮がね、はい、うん、スタート行けたのは、はい、一宮選手のおかげって、お早い一宮選手と一緒に行けたからスタート行った。だからとにかくすごいスタート力なんです彼は。だから6コースでもね気になるのでね、はい、印を回しました。なるほど。本戦のフォーカスは1番頭からなんですが、もう2着候補はもう3、4、6とも印通り。あのやっぱりこう手をひれちゃうとね、はい、やっぱりね私も一応仕事をね、あなたなんかであるんでね、やっぱり、うん、僕の中ではもう1、3まず本戦なんですよね、はい、村上亮選手が攻めていっての地元ワンツー、うん、ただその時はやっぱりね、まあ、3着も、まあ、まず本戦のとこなんでね4点になるんでね、はい、ここちょっと前でいきたいなと思ってね、もしかしたら地元ワンツースリーって可能性もあるかもしれないんで ね、はい、であとは北村選手がしっかりもう展開ついての、まあ、3番と6番絡める、うん、でもっとこう後輩となりそうな16ですよね、はい、スタート力あるしモーターもね調整はバッチリなんでね、うん、16からまあ3、4というフォーカスも出しました、はい、あこれ一番恥ずかしいのが1、2が来たパターンですけどねもう村上亮選手が、うん、下條選手もしっかりね、はい、インカーグイッと回ってくれてそこで村上選手がグイッとついていければね、はい、1、3とかないのかなと思ってるんですけどね、まあ、そこはね気になるところではありますが割り切ってというところなんですよね、はい、さあそしてね狙い目に行く前になんですが、うん、この展望番組、はい、長谷さん、まあ、途中でね下條選手の1号艇のレースを、うん、まあね展開予想いただいた時に、はい、その翌日まあね1号艇の下條選手ごめんなさいもう逆らいませんというね、はい、もう逆らいませんと書きましたはい、ただ狙い目1頭以外出ちゃってます。出しちゃいましたね、はい、もうなんて言うんですかもうこの口がもう何を言ってるんだってねあれほど下條さん強いですよ信頼しますよ30連勝してよと言ってる、ああ一方では村上亮逆転の目もというのが 僕正直ここはね、はい、下條選手で硬いと思ってんですけど、うん、優勝戦皆さん何を買おうかって思うじゃないですか、はい、もちろん皆さん全部1から買おうってないでしょ、うん、2を買う3買う、はい、4買ういっぱいあるでしょ、うんというのはね、村上亮が言ってたんですよ、はいはい、
とにかく、まあ、1月から A1 に復帰するんですけどね、はい、今回はとにかくまず優勝したかったと、そこをクリアできた、はい、とは優勝したい、はい、でもう一個言ったのはね、リベンジしたいって、何リベンジって言ったら、お盆レースは下條選手が優勝した、はい、うん、村上選手は2着だった、今度勝ちたいんです僕って。だから強い先輩、地元の先輩に勝つと、はい、今後の自信につながる、いやいやそうだよな。だからもうとにかくね、今節は連勝で飛び出しました、はい、でも正直言うと予選は苦しみましたよね。でも乗ってきた、はい、最後の最後3コースだったら位置としては思い切ってできると思います。まくるのは難しいけどね、村上亮の、ね、持ち味というのは、ね、全速でまくらしいとこ入って一気にからの持ち味なんですよ、はい、だから下條選手は3連帯継続してますからね、外れることはないと思うんです、はい、だから村上亮がズコーンといい角度で入ってきたら、はい、2コース差しやるよりもね、やっぱこう3コースからの魔球出しっていうのはね、スピード乗るんでね、はい、穴を買うならここかなと思ったんで、はい、3-1。なるほど、もうほんとね、下條ファンとかね、下條選手が見たらね、はい、また長谷さんたらって思うかもしれませんけど、やっぱりこの穴を買うのもね、優勝のね、醍醐味なんでね、はい、あくまで狙い目なら3の頭で3-1、ここは全にしませんでした。もう印を回した、はい、4と6に勝しましたので、そこだけにしまして2点だけしました、はい、だから本音はやっぱり下條選手強いよですね。でもやっぱりこの村上亮選手を取材してると、この気持ちをね、うん、感じ取ったんでね、はい、ああちょっと行ってこいよという気持ちもあるんで3-1を出しました。いや本当に下條選手、村上選手にとってはね、本当非常に高い壁かとは思いますが、でも長谷さんの話聞いたら、村上亮選手のこう熱い気持ちというか、なんか伝わってきましたよ。僕結構雑談ばっかりしてるのでね、こう選手を深く話しますからね。ね、話を聞いてみると、本当この3番村上選手の一発もね、うん、なんかちょっとね、ざわざわしますね。だからこのね、下條が逃げるか、まあ相手はね、もちろん5人いますけどね、はい、もう気持ちが高ぶってるのは村上亮じゃないのかなと思ったんですよね。はい。さあということで、第12レース優勝戦。本戦の開幕1号艇の下條選手から、狙い目は気持ちを勝って村上選手の頭のフォーカスもいただいております。ぜひ皆様ご参考にお楽しみください。いや今日もね、優勝戦まで非常に楽しみなんですが、はい、最終日ということでございまして、長谷さんにはいつも通り第5レースからヒット解説にもご登場いただきますので、そちらでのご活躍も期待しております。ということで、今節も一節間展望番組お付き合いいただきましたのは、スポーツ王子の長谷昭則記者でした。どうもありがとうございました。